はい、こんにちは、サンゴです。今日ですね、またすごいの売ってましたよ。バタハン八田店。今日の食材はこちら、青ヤガラです。何回か前に赤ヤガラやりましたけど、ヤガラは青ヤガラと赤ヤガラしかいないらしいんで、ヤガラコンプリートです。じゃあやっていきます。前回の赤ヤガラに比べると、まあちょっと二回りくらい小さいのかな。でもかなり大きいですよね。ただ値段全然違いましたけどね。それではさばいていきたいと思います。ちょっと前回の後、ちょっと学びました。この辺ですね。ここから行っちゃっていいっていう。そしてこちらですね。この辺かな。はい、頭が取れました。そして内臓取っていきます。前回の赤ヤガラは内臓脂肪なかったけど、これは間違いないですね。内臓脂肪ですね。じゃあ一回きれいに洗っていきます。それでは3枚に下ろしていきたいと思います。失敗した。あーって終わった。ちょっともったいないことになってしまった。あー、ここもったいなかったな。はい、3枚になりました。はい、あばらはないようですが、ちょっと巻くだけいきます。さあ、そして前回分かりましたけど、多分こっちも抜けるはずです。こうでしょう。ああ、割れるか。割れちゃうなぁ、このやり方。ダメだなぁ。ちょっと割れちゃいましたね。このやり方はダメか。普通に引いた方がいいのかなぁ。引けねえ。まあそうだよね、こっちみたいにこう丸みがあるタイプだからね。ここまでいったらむけるかな。いやー、ちょっとボロくなっちゃったけど、まあしょうがないですね。はい、それでは盛り付けていきたいと思います。
はい、こちらで青ヤガラのお刺身の完成です。サスティナブルディベロップメントゴールズ。はい、じゃあ食べていきたいと思います。青ヤガラです。あー、なるほど。赤ヤガラと青ヤガラだとなんか赤ヤガラの方が美味しいって言われてるようですけど、なんとなくわかりますね。ただ青ヤガラも別に全然美味しいです。むしろ青ヤガラの方がちょっと硬くて好み的には好みですね、3号は。ちなみに値段は以前の赤ヤガラは4980円でしたけど、こちらの青ヤガラ798円となっております。お買い得、まあ、こっちの方が全然小さかったですけどね。血合い骨は取らなくて大丈夫でしたね。食べてみた感じ触りもしないんで問題ないと思います。ちょっとライム入れちゃおうかな。おしゃれ。うまい。ちなみにこれ今日半身の分なんで、まあ大体400円とかそれぐらいの感じですね。さすがに赤ヤガラはなかなかちょっとね買うのが勇気がいりますけど、青ヤガラだったらまあそういう値段なら全然売ってたらまた買ってもいいなっていう価格ですね。青ヤガラ見つけた時にはぜひ買ってみてさばいてみてください。サンゴでした。さよなら。